はいどうも、あの家の少年です。はい、ということで今回やっていきますゲームはですね、イブ呪われた美術館というフリーホラーゲームですね。結構フリーホラーゲーム界では有名なゲームらしいね。まあ僕は知らないです、正直。ニューゲームやっていきましょう。まあとある美術館で起きる怪奇の出来事を多分だよね、わからんけど、いや、わからんよ。本当にわかんないからね。昼下がりの灰色の空の下、イブとその両親は美術館に向かっておりました。忘れ物ないわよね、イブ。そうだ、ハンカチは持ってきた？ほら、誕生日にあげたやつ。ちゃんとポケットに入れておくのよ。なくさないようにね。イブって子が多分主人公だよね。これでイブが主人公じゃなかったらちょっと引くもんな。おお。さあ、着いたわよ。イブは美術館初めてよね。今日見に来たのはゲルテナっていう人の展覧会で、うわ、地獄。展覧ほど地獄なものはない。何が楽しいの、美術館の。絵の他にも彫刻とか色々と面白い作品があるらしいから、それ持って帰れるんですか、家に。きっとイブでも楽しめると思うわ。それ家に持って帰れるんですか？母さん？受付へ済ませてしまおうか。そうね、あとパンフレットももらいましょう。先に見てるって？もうイブったら仕方ないわね。いい？美術館の中では静かにしてなきゃダメよ。ってことはうるさくしてもいいってことですから。ま、あなたなら心配ないと思うけど。発狂したるわ。今この場で発狂してやろうか。あ、もう動かせるかな。あ、動かせる。ってことで始まりましたね。早速この人に話聞いてみよう。一服してこようかな。全然見てないじゃん。タバコのことしか考えてねえよ、こいつ。いるんだよな、こういうやつ。そっちはダメだよ、イブ。お父さん。お父さんは受付の人と話している。他の人の迷惑にならないようにね。こいつだよ、一番。美術品見て、一服してこようかなって言ってんだから。ろくなやついねえよ、多分、やっぱり。美術館ってろくなやついませんから。生きった大学生ぐらいしかいませんよ。ふむ。何も分かってないから、こいつ。心の中で一服してえなと思ってるよ、絶対。こいつは？だって、この絵見ても、遠目から見ても何も感じないもん。これちょっと怖いな。心配。心配よりも恐怖が勝つけどな、この絵に関しては。難しくて読めない字がある。スクショして送っといて、じゃあ。新聞を撮る、貴婦人。こういうのも美術作品なんのか？窓の外は明るい。窓かい。美術に並べろい。この人は？僕が思うに、ゲルテナの言う個性っていうのは表情だと思うんだよね。語り始めた急に。だからこの像たちには頭がないんじゃないかな。ああ、頭ないね。そう思わない？そうかもしれない。うん、頭がないと怖い。頭がないと怖いよ。ああ、確かにね。でもその頭をなくすことにより人間の個性をも消すっていうのが、男の人は一人ごとのつぶやいて聞いたれよ。きっと君に話してるんだよ。無個性。あ、なるほど。個性を消すってことだから。あ、じゃあこの人の言ってることは間違ってはないのか。これはなんて言うの？指定席。なんか、マジで興味そそられねえな。変なソファ。でもそれがいい。座ってみたいけどダメだろうな。座ってまえ。人間っていうのは常識を覆さなきゃならねえんだよ。テーブルに置かれた？難しくて読めない字がある。イブはまだ小学生とかかな、多分。こっち行ける？あ、行けるね。綺麗な人だな。でもこれ実在の人物かな？こっからじゃわかんないな。でも本当に、イブちょっと関係勉強しよう、一緒に。苦味の果実。あ。おじいさんとおばあさんが絵を見ている。なんかちょっと、違和感というか、怖いな、なんかこの二人。なんか普通に、怖かったわ。ゲルテナって結構マイナーな芸術家だからな。ゲルテナってそんな有名なの？実際にいんのかな？こんな小さい美術館でしか展覧会できないのか。ディスんなよ！もっとみんな知ってくれればいいのに。急ハンドルでディスんのやめろ。なんか作品数少なくない？もっとなかったっけ？ここに入りきなかった、引きらなかったり経費とかなんやらで全部は無理だったって話だよ。興味ねえじゃねえか。
全然興味なさそう。あのカラフルなやつちょっと美味しそう。口直しってくらいだからもしかするとお菓子なのかも。うふふ。美術館ってそういう楽しみ方なの？みんな口直しの木なんだろうな、なんか興味そそられないんだよな、このすべての美術品。ゲルテナ氏はやはりすごい。尊敬し尽くしても足りないくらいだ。ああ、あなたが生きていれば絶対に弟子入りしていたのに。やべえやついるな。どこがいいのこれの。お、お子さん、お子さん連れがいる。うちの子うるさかったからごめんなさいね。猫だ、ママ、猫の絵がある。分かったから静かにしなさい。大きな声出しちゃダメ。そんなテンション上がります？めっちゃアップじゃんこの猫、怖っ。悟り、おお、でかい。なんかの世界、難しくて読めない字がある。へえ、すごいね。ん？なんだ？何？何何？あ、動かせるわ。全然動かせたわ。なんかムービー入んのかなと思ったけど。これは？テーブルに置かれた。まあ、わかんない。こっからだとね、金魚。金魚。まあ、なんでもいいわ。これがベンチだよね。指定席。あ、一周したね、じゃあ、ついに。無事一周しました。あ、みんな帰っちゃったわ。ちょ、戻ろ。あー、電気消えちゃった。もう閉じたのかな？ん？なんか音聞こえない？俺の気のせいかな？あ、セーブできる。セーブしちゃおうか。パンフレットが置いてある。あー、なるほど。まあ大丈夫だろう、これは。鍵はかかっていないのに開かない。うわ、キモ！あ、キモって言っちゃった。え？で、こっちも同じ？こっちは違うんだ。なにこれ？窓の外に赤い液体が流れてる。これも芸術作品ですか？この G って何？ゴキブリ？ゲルテナ展のポスターが貼ってある。あ、ゲルテナの G ね。ごめん。ゲルテナとゴキブリ一緒にしちゃったわ。申し訳ねえ。ええー、ちょっと、何？あ、誰もいない。あれ？ちょっと世界観変わった？気のせいか、こっち行ってないだけか。深海の人が立ち入ることは許されない。その世界を丸々するために私はキャンパスの中にその世界を丸々った。難しくて読めない字がある。やべえな。なんでイブなんだろう。もうちょっと、いや、誰かいるな。咳払いみたいに聞こえた気がする。精神の、丸丸丸。一見美しいその姿は近づきすぎると痛い目に丸い。丸丸な肉体にしか咲くことができない。何これ ?AV、AV のタイトルですかこれ。難しくて読めない字がある。やばいの。咳をする男。あ、咳聞こえたもんね。あ、実際に出てきたってことこれ。そうじゃん。絶対そうだ。個性なき万人。なるほど。絵の住人たちが実際に出てくるみたいなこと？ある丘から見た空。そういうことでしょ。はてなはてな投資の、なんとかと、きらめきじゃねこれ。なんとかとなんとかの、きらめきだよ、きっと。多分そうだと思う。え、これってさ、このゲームって逃げゲーとかじゃねえよな。そんなに準備できてないんだけど。はてなはてなの精神。まあ、そうだな、虹色の精神かな、これは。なんかカラフルだし。何の器？こっから、貞子の器かな。こっからだと井戸にしか見えません。地平線の風景。地平線を読めんだね。波打ち際のサンドバット。サザンオールスターズでありそうな曲。あ、一周してきたね。こっちじゃないかも、じゃあ。こっちも多分いけるよね。あ、いけねえわ。とりあえずずっと足音が鳴ってるんだよね。怖い。恐怖。あれ、これ見たっけ？悪意なきマナコ。マナコないけど、マナコった。いやー、なんだ。え、もう終わり？あ、ようこそゲルテナの世界へ。本日はご来店いただき誠にありがとうございます。当店では現在、ワイズゲルテナ展を、展覧しております。ゲルテナ氏が生前描いた怪しくも美しい絵画たちをどうか心ゆくまでお楽しみくださいませ。ちょめ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 。これはね、考察に時間かかりますね。イブがちょっとね、まだ幼すぎるっていうのが、お！あれ？これ鏡、窓だよね。今なんか通ったな。うわ、びっくりした！
いやいやいや、びっくりしたな。誰かが叩いた跡が残ってる。いや、今見てたよ、俺は。これもう一回言ったら。え、マジでびっくりした。おい、びっくりさせんなよ。びっくりさせるとき3秒前にびっくりさせるねって言わなきゃダメだろ。日本ではそういう約束があるんだよ。バカか。あ、ちょっと待って、なんか青いのあんな。これ何？額縁の裏から青い液体が流れてる。おいでよ、イブ。名前を知っている。知り合いなのか？犯人は。わかった、行きまーす。え、ちょっと怖いからセーブしよっかな。ま、いっか。まだ始めたてだから大丈夫だよな、多分。あ、猫の絵ってことは、やっぱりそうだ。俺のあれだ。考察は間違っていなかったんだ。こんまま行けば、あれ？こんな展覧あったっけ？あったか。それはさすがに、うおっと！びっくり！びっくりびっくり！果物が落ちている。拾おうぜ！食べちゃおう！食べちゃおう！なんで食べてくんないんだ？これさ、回るたびになんかいろいろ怪異みたいのが起こるってこと？やば！こいつ出てきたら俺マジで発狂するかもしれん。マジでこいつ出たら発狂します。一応言っときます。とりあえず怖いのでセーブしときましょう。待って、これ今気づいたんだけどさ、体力ゲージみたいなのある、もしかして。え、そういうゲームだったら俺ちょっとマジで泣く。え、でもなんもないな。でもずっと音はしてるんだよ。あ、でも薄くなってんな、この青いやつ。下の階においでよ、イブ。秘密の場所を教えてあげる。あ、わかりました。行きましょう。これで走れたりします？お母さんにもらった大事なハンカチ。走れるってことはないか。あ、ダメ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 。なんでタイトル画面戻っちゃおうとすんの？あ、確かになんかあるね。ちょっと待って、これ調べられない。おお、入っちゃった。出まーす。一旦出まーす。あ、でも入っちゃっていいのか、これは。秘密の場所って言ってたから、ここか、秘密の場所は。赤と青のなんかの謎の絵がありますね。先に左から行こうか。ん？丸々、丸って言ってるけど、ハテナだよね。ハテナハテナハテナ模様の魚。難しくて読めない字がある。もう読まなくていいよ、じゃあ。あ、セーブがある。鍵はかかってる。なるほど。どっかで鍵を入手しないといけないのか。右にあるだろ、じゃあ。お、い、ん？なんて言ってる？で、おいでよ、おいでよ、おいで。なんかある。花びらにバラの花がつけてある。いけてあるか。バラの花を。取っちゃえ！赤いバラを手に入れた。赤いバラ3本。あ、ずらせるね。なにこれ？怖っ！何か落ちてる。青の鍵。あ、さっきのところに使えそう。そのバラ。まあ、落ちるときだろうね。あなたも、朽ち果てる。え？難しく読めない字がある。絵変わったの俺は見逃しませんでしたよ。え、ちょっと待って、これさ、絵変わったよね、明らかに。怖っ。このバラの3、え、なに、なんて書いてる？返せ。あ、返しまーす。わかりました、わかりました。返しまーす、返しまーす。とりあえずバラいけとくか。バラの花が元気になった。花瓶の水がなくなってしまった。これ今の体力だったりする？違うかな。バラとあなたは命の重さ。知るがいい。ちょっと待って、バラ増えてんだけど。なんで？意味がわからないんだけど。とりあえず青い鍵で開けよっか。多分ここだと思うんだけど。だよね。開けて、端に注意。なるほど。多分この絵の端ってことか。蜂の絵が飾ってある。蝶々の絵が飾ってある。まあ、端に注意って書いてるから、この二つは調べない方がいい気がする。うん。真ん中だけ調べよう。第一章。第二章。で、第三章、みたいなことか。待って。穴が開いていて通れない。
ここは穴が開いていて通れないと。ここもだよね。わかんないな、まだ。何が何やら。うわ！ない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 ！いった！あ、そういうこと？バラって体力ゲー、体力ってことか、これ。今ダメージ受けたもんね。なるほど。アリの絵が飾ってある。はぁ、やってくれたね。鍵がかかってる。なるほどね。あ、でもこいつら、普通に、あれか。中心行けば当たらないな、別に。端に注意ってなんだろう。なんだろう。これ調べてもいいのかな。テントウムシの絵が飾ってある。あ、そうか、端に注意ってそういうことか。この、手のことか。これ絵のことだと思ったわ。絵の端っこにあるやつは触らないでね、みたいなことだと思ってたんだけど。マジで？積んだわ、もう。もうないわ。やること。ん？あ、ちょっと待って。僕、アリ。僕、絵大好き。僕の絵、かっこいい。僕の絵見たいけど、ちょっと遠いとこにある。蜂の絵が飾ってある。え？待って待って。なんか何回か調べたら出たんだけど。いや、じゃあ、あのアリの絵を、こっちまで持ってくるみたいなことか。この絵は壁から外れそうだ。あ、外れた。外して、でも、置くスペースあるか？そこなんだよ、問題は。なんか、どうしよう。アイテムで、あ、でもなんかアイテムをいじくれるわけでもないんだよね。わからないな。あ、アリの絵を置いてみますか。アリを下敷きにするんだ。そんな使い方しちゃって大丈夫？あ、でもこっちまで来た。やべえ、なんかいるんだけど。エピローグ。エピローグ。このエピローグの絵もさ、何か落ちてる。あ、緑の鍵。動いたわ。こいつ動きやがった。やばいやばいやばい。ちょっと待って待って、落ち着いて。いや、こっちまで来るんだ。やば。あ、でも、あいつ落ちたな、多分。あの絵が多分ギリギリって感じだったから。よし、でも緑の鍵を手に入れたから、ここでドア開けれるんだ。セーブしましょう。オッケー、順調には進んではいるね。また。ね、なんですよ、怖いの？壁が魚の形にくぼんでいる。魚だ、じゃねえよ、これ。バゲモンだよ、バゲモン。こんなバゲモン見たことねえわ。ま、先に行きましょう。ん？なんだ？かくれんぼする？何ですか？どっちが鬼ですか？ボタンのようなものがある、押す。マジかよ、これ、外れあんのかい。はい、押す。え？アウトって書いてるけど、ダメージは受けてないな。やばこれ。ヒントないの、ヒント。あるじゃねえか。板前の腕。板前の腕？これ、運だ、運ゲーだろ、さすがに。なるほど。多分、絵を覚えれば意外と簡単にできるか。あとは？ここもあるよね。とても不吉な絵を見てしまった。あとどっちか。なんだ？見つかった景品あげる。ん？景品あげる？何？ちょっと待って、景品はどうやって手に入るの？ねえ、どうやって手に入るの？全部押してみっか。何？めっちゃ手あるんだけど。え、ちょっと景品は？あ、ちょっと待って、なんかある。何か落ちてる。木の魚、頭を手に入れた。え、これ邪魔なんだけど、すごい。ね、邪魔だよ、これ。あ、消えた、消えた。魚の頭手に入れたな。
なんだこれ。地獄。地獄でしかないんだけど。赤いバラの絵がある。なるほど。赤いバラの絵。そこにつまずきそうなひびがある。じゃあここは歩かないようにしよっかな。汚れたパレットがたくさん入ってる。なんかね、これ、動いたわ。ちょっと待って、やばいやばいやばい。こいつなんだなんだ。お、なんかある。何か落ちてる。木の魚王を手に入れた。木の魚頭と木の魚王がくっついて一つになった。魚の鍵を手に入れた。魚の鍵？あ、水の入った花瓶。いけちゃおう。これで体力回復するでしょ。よし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 。体力回復したらこっちのもんですよ。なんだ今なんか天井から落ちてきたな。なんだこれ。マジで何これ。油？誰かの、黄色いから誰かの、おし、ないの、なんもないよ。あ、で、ここに当てはめればいいのか。いや、やばくない？怖い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 。なになに？猫怖っ。あ、なんか動いてる。あ、この絵動いてる。いて、いて、いてよ。でもなんか落としたな。なんか落としてんだよ。めっちゃダメージを理不尽に受けました。真っ白な絵がある。ここは通らない方がいいな。なんかある。忘れたところに、忘れた頃に、何ですか？なんかやってくんですか？もう唇注意。怖っ。怖すぎる、もう唇。何もう唇って、これじゃん。腹減った食い物よこせ。ちょっと！ああ、なんだこれ。